んですけれども、アルギニンはですね、必須アミノ酸ではありません。必須アミノ酸ではないんですけれども、皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はアルギニンについてお話ししたいと思います。アルギニンというのはですね、アミノ酸の一つです。で、EAA は必須アミノ酸なんですけれども、アルギニンはですね、必須アミノ酸ではありません。必須アミノ酸ではないんですけれども、必須アミノ酸以外で最も重要なアミノ酸の一つかもしれません。なぜアルギニンが重要なのかと言いますと、 NO という物質があります。 NO というのはニトリックオキサイド、日本語に直しますと一酸化窒素というんですけれども、まあ、一酸化窒素ですから窒素、ガスですね。これが、体にとって非常に重要な作用を持っています。どのような作用かと言いますと、まず神経伝達を担っています。この NO というガスがですね、神経伝達、あとはインスリンの働きを高めて血管を広げたりですとか、インスリンの作用を補強したりといった作用があるんです。あと骨を強くしたりとか、あと痛みを減らしたりとか、さまざまな NO による作用があるんですね。で、アルギニンはその NO を作る時の一番大事な材料になります。アルギニンが基質となって一酸化窒素が作られるんですね。ですので、アルギニンを取ることによって神経伝達もうまくいきますし、血管も広がって栄養の流れもうまくいく、そしてインスリンの働きも高まるというようなことが起こるわけです。そしてアルギニン、もう一つですね、成長ホルモンを出してくれるというような働きもあります。ですので、例えば子供がですね、アルギニンをしっかり飲みますと身長が伸びやすいというようなこともあります。まあ、アルギニン取りすぎてですね、身長が伸びすぎて巨人症になるみたいな、懸念もあるかもしれませんけれども、まあ、まずそういった心配はいりませんので、普通にアルギニンを小学校低学年高学年ぐらいのお子さんでしたら1日 3g ぐらいで十分だと思います。それぐらいのアルギニンを取ることによって成長がもしかしたら促されるかもしれません。そして、大事なのはトレーニングしている皆さん、ホエイプロテインを飲んでると思うんですけれども、ホエイプロテインに不足しているアミノ酸、その筆頭に来るのがアルギニンなんです。大豆プロテインにはアルギニン結構含まれるんですけれども、ホエイプロテインあんまりアルギニン含まれないんですね。それを考えますと、ホエイプロテインを飲んでいる人はアルギニンを別に補給した方がいいと思われます。日本人の食事ですとあんまりアルギニン実は取れないんですね。食物で言いますとナッツ類ですとか海藻類、そういったものにアルギニン含まれるんですけれども、あんまりナッツ類とか私たち食べないと思いますので、食事でちょっとアルギニンの摂取不足していると思います。ですので1日に 3g から 5g ぐらいのアルギニンを普通に補給する必要があるわけです。で、その他に NO を発生させて血行を良くする、パンプを良くする、成長ホルモンを出す、そうした作用を考えますと1日に 3g から 5g プラス 3g から 5g、まあ、6g から 10g ぐらいのアルギニンを取ることによってさまざまな効果を得られると思います。今回はアミノ酸のアルギニンについてお話ししました。ぜひ参考にしてください。 EAA に発売されました金肥大筋力向上を目指す方はぜひお使いください。